つの服を作ることに多くの方が携わっていることが僕の中ではすごい印象に残ってました。リンギングというその生地の端っこにニットの生地をつける作業なんですけども、一つ一つのループにこの針を刺していくんです。自動機をいろいろ考えた人見てるんですけども、なかなか綺麗にうまく刺さっていかないので、今度このミシンの機械で塗っていくわけです。今ちょっと分かりやすいんで違う色で、そうするとさっき刺した針の中に針が、針のとこに針が来るので、そのループだけにしか順番に塗っていくっていう。でこのループをさっきと同じように、ループの頭がこの下から出てる針にかかるように刺していきます。なかなかあれでしょう、全く分かんないでしょう。3分の1ぐらい当てると思います。ニットの場合はいくらでも伸びるので、伸びすぎないように縫わないといけないっていうのが難しいところ。10月ぐらいなんですけども、その自分たちで作った案が出来上がって、仮の試着の服が出来上がって、それを実際に着させてもらった時に、この自分たちが考えたのが形になってるというのを見て、完成形がとても楽しみなところが印象的です。レディクレは、今年本当に全く活動できなかったので楽しみっていうのはもちろんなんですけれど、もう新ウェアがあるから、もうこれを着れるから楽しみっていう要素がすごくあったので、実際にこう着て活動することで、そのウェアを見たら、あ、ワナビーズだって認識してくれるような感じになりたいですし、私たち自身すごく着れるのを楽しみにしております。この、新ウェアを着ることで、お客さんに、自分たちの存在っていうのをもっと見てもらいたいですし、この服のいいところをいっぱい見せていけたらいいなっていうふうに思います。